あ、今度は入国審査？通行証だけじゃねえのか？おい待て！入国の目的は？シロ、任せた。おい、俺に振んのか？ほれ、あの店だ。マーガに行くんだよ。聞いたことのない店だな。つまりあれか、裏の話か。うん。では私に入国税として納めていただこう。額はこのくらいだな。なんで俺がこんな目に。おい、踏んだくられた分の金よこせ。俺でごめんな。さて店を探すか。ウィスカムさんの店、マーゴだっけ？ああ、飲食店だと言っていたな。じゃまずはそこか。案外でかい町だぜ。人多いな。見てよ、すごくない？何買おうかな。ねえ、ルナフレーナ様のドレス展示続けてるらしいよ。え、ビビアンの婚礼用の？でもあれ追悼のためって。今度は無事だったってお祝いなんだって。展示延長してるから見に行っとこうよ。ドレスって前に新聞で見たやつかな。そうだろう、店の名前が同じだ。見に行かない？式は中止のまんまだからな。新郎には複雑なとこだろうが。でもほら、二度とやらないってわけじゃないんだし。そうだな、歩きながら探してみるか。ガイドのレストランに行かない？は、じゃ切れる前にライン交換しとけよ。ルアーの重さをもう少し感じて投げた方がいいぜ。何今の！すげえ！
弱ったラインは早めに交換しないとな。何が食べたい？俺、アラネアに会ってちょっとびっくりした。学校？ああ、まあそれもね。っていうか帝国人ってみんな冷たいやつばっかって思ってて。彼女は少し違ったな。そういう人はさ、王都の襲撃どう思ったんだろう。さあな。軍辞めるかもって本当かな。彼女がだいぶ気になっているんだな。この階段を上がった先だそうよ、ビビアン。あら、ずいぶん遠いわね。店を目指している人が多いな。ドレス、さすが盛況だな。真っ先に見ておいてよかった。王子も生きてたんなら結婚式もやってくんねえかな。そうだな、王子迎えに来てやってくんねえかね。ドレスやっぱり綺麗だね。私も同じ感じにしたいな。そうだね。じゃあ王子の衣装もどっかで頼まないと。王子の方まで期待されてるな。いいね、平和の象徴だね。やっぱり人いる。あのドレスか、見事だな。みんな楽しそうだ。顔がなんかこう幸せそうでさ。ああ。ルナフレーナ様、ご無事でよかったね。うん。こりゃもう一回しっかり平和の象徴にならねえとな。面倒はさっさと済ませて式のあたりからやり直そうぜ。それがいい。考えとく、ちゃんと。何買おうかな。こいつもうまそうだな。飲んできてもいいぞ。後でマーゴにでも行くか。
あのさ、あれ見てみない？どうした？さて、今日は何を食べに？何味なんだろう？未だに帝国は魔導兵を生産している。言ってたね。何のためなんだろう。そういえばグラディオがいなかった間、ちょっと困ってたことあったよ。おう、なんだ。火起こしがなかなか思い通りいかなかった。魔法でも使ったらよかったんじゃねえか。あれだと強すぎて話になんねえし。ふん、今度教えてやるよ。俺がずっといるとは限らねえからな。アラネア、やっぱり強かったな。まさか一緒に戦うことになるとはな。敵じゃないなら頼もしいけどな。そうそう、心強いじゃん。ここって本当にロマンチックだよね。野郎どもと一緒だがな。しかも4人も。残念だったな。ちょっとお店入らない？何買おうかな。
やはり根が張るな。味が気にはなるが。いや、この辺じゃ見ない顔だな。俺はあれ石よ、古戦の収集家なんだが、君、カンナギ就任記念硬貨を持っていないか。記念硬貨を譲ってくれるなら、同等の価値がある品と交換してやるが。集まったらまた来いよ。何食べる？楽しい楽しいゴンドラだ。ちょっと乗ってみるかい？ちょっとお店入らない？それじゃまた会おう。ようこそご一行様。さっき城から連絡があったよ。私はウィスカム・アルマ。ノクティ掃除大きくなったな。おや、覚えてないか？小さかったもんな。またマーゴに首相が来たって？仲がいいね、あいつらは。つっても意味なく来るわけねえだろ。何があったんだと思うぜ。本当にここは水の町なのね。なんか初めての来訪だろ。この町はどうだ？聞きたいことがあれば答えるよ。ここって帝国の属国なんだよな。そこまで警戒することはないよ。ただこの国は自治が認められてるだけだからな。帝国の人間もしょっちゅう出入りしてる。心得ておこう。確かに立場としては微妙だよ。何かするにも帝国の許可がいるはずだ。生きていたカンナギが街で演説するというし、
政府は帝国をどうごまかしているやら。水準に変わった様子はねえか。港は穏やかなもんだよ。でも近く政府は神殿を開けるらしいね。儀式のためにか。ところが一方で食料や生活物資の備蓄に奔走しているそうだ。水神が暴れて町に被害が出ると思ってる？ならどうして儀式をさせるんだろうね。カンナギが演説するって本当か？らしいね。ラジオでも連日流れてる。ルナフレーナ様はどこに？町にはいらっしゃるだろうけど、お見かけしてはいないよ。新聞や雑誌も所在には触れない。政府が厳しく情報を管理してるのかな。帝国の上層部が苦い顔して帰ってったなんて噂も聞くね。帝国軍はよく来るのか？町にも店にもよく来るよ。市民にとっちゃ彼らの姿は見慣れたもんだ。先日はレイブス将軍を見たって大騒ぎさ。レイブス、ルシスで巨神襲撃の騒ぎがあっただろう。町じゃ次はここだろうって話で持ちきりだ。帝国は世界を征服するために神々を狙い始めたんだってね。まあ何かあればこの店を頼ってくれ。あ、ありがとな。いらっしゃい。久々だな。有名人が来てるって聞いてね。へえ、耳のいいことだ。軽くご飯食べよう。お疲れのところ失礼するわ。私はカメリア・クラウストラ。ノクト、彼女はアコルドの首相だ。アコルド政府は今カンナギを保護しているんだけれど、帝国が身柄を引き渡せとうるさくてね。へえ。でもうちもただで動くつもりはない。どう、取引をしない？ルシスの王様、答えは鑑定で聞くわ。邪魔したわね。わかりづらいだろう。だがあれでも意外と誠実な人間でね。そうなんですか？何にせよ船旅の疲れがあるだろう。町には宿もある。まず休んだらどうかな。そうするわ。君は君の考えで動けばいい。だが準備は怠らず慎重を期して臨みなさい。町で困った時はいつでも店においで。見といてよ。またどうぞ。そうか、どうしたの？新しいレシピを思いついたぞ。こりゃ楽しみだな。